まずもって何が組織的犯罪集団かが条文上明らかではない。組織的犯罪集団はこうこうこういう集団のことを言います。それが明らかになっていれば、ああ私たちは組織的犯罪集団になるんだな、ならないんだな、こういうことをすればなるんだな、ならないんだな、判断がつくから行動の制御が効きます。しかしそれをする、そういう定義が一切見えない。適用されるのはテロ集団だけではないかもしれないというか、ありません。暴力団等の組織だけではないかもしれないというか、そうではないことが国会の答弁やなんかでも明らかになってきていた。いたにもかかわらず強行採決がされた。それから単なる共謀計画では逮捕されませんよ。その準備行為もしなければなりませんよ。だから共謀罪というけど共謀罪じゃないんだよとも言われますか。じゃあその準備行為って何を言うのか。金田総大臣が名答弁をしましたよね。お花見に行っているふりをして、お弁当とか持っていればそれはお花見だけれども、双眼鏡を持っていればそれはお花見ではなくって犯罪行為の下見だって。そんなんで区別できるんでしょうか、あるいはしていいのでしょうか。結局そういう区別を、お弁当持ってるなとか双眼鏡持ってるなとか、じゃあお弁当と双眼鏡両方持ったらどうなんだ、どっちも持ってなかったらどうなんだ、その判断をするのは誰でしょうか。結局は取り締まりをする側、警察の皆さんです。やっぱり準備行為あるからといったってそれは何のほどにもなっていない。だからこそ弁護士会は最大公約数的に言っても、今の共謀罪はあまりにも漠然としている、あまりにも不明確である、あまりにも広範囲な対象になってしまう、だからおかしいんだ、法律家としてはごく当たり前の発想です。 誰がどうだってどうやって逮捕されるか分かんないんですもん。そんな危険な法律をそのまま認めるわけにはいきません。日本政府は国連人権理事会の理事国として、国際社会の一員としてガイドラインに従わなければならない。昨年2月に提言されたガイドラインの中身はこういうものです。長期的に座り込みや場所の選挙も集会に位置づける。2つ目、座り込みなどによる交通の阻害は救急車の通行といった基本的なサービスや経済が深刻に阻害される場合以外は許容されなければならない。3つ、集会参加者に対する撮影や録音行為は萎縮効果をもたらす。4つ、力の行使は例外的に行うべきだ。5つ、集会による渋滞や産業活動への損害も許容されなくてはならない。このように国連のガイドラインはこのように主張しております。高谷辺野古の保管活動に対する警備はまさに国連のガイドラインを逸脱しております。海上保安庁や機動隊の暴力、決してこのコールを消し去ることはできません。皆さんもご存知のようにビラやチラシ、集会での座り込み、このような行為は憲法21条にも表現の自由として保障されております。5ヶ月間勾留された山城さん、国連特別報告者からもこのガイドラインに反していると認識をしています。